オリエンタルラジオ、藤森慎吾が YouTube チャンネルを更新。美女二人とのエピソードトークも話題に。お笑いコンビオリエンタルラジオの藤森慎吾が、15日に自身の YouTube チャンネルを更新。自宅に招いた美女のまさかの、ノーパン宣言に、視聴者からもツッコミの声が、動画。3人のエピソードトークも盛りだくさん。花の39歳組、とサウナへ、美女二人を自宅サウナに招き入れます、と題された、若干刺激的な今回の企画。気になるその、美女、とは、藤森曰く、花の39歳組、そして仲の良い、モーニング娘。の元メンバー、矢口真里とタレントの手島優。サウナ初心者の二人から、サウナの良さを知りたい、との希望があり、実現に至ったそうだ。藤森の自宅ソファに座りながらのオープニングトークが始まり、瀬島からある告白が、もろに映っちゃって。どうやら連絡ミスにより、二人はラッシュガード等を持ってきていなかったようで、急遽藤森が私物を貸すことに。矢口は海パンを、瀬島には大きなバスタオルを渡したのが、瀬島はなぜかそれを、ノーパンで着用、つけるものが、ないんだもん、とあっけらかんとしている瀬島に。藤森は、危ねえから、置いといて、とソファクッションをパス、AQBAN される、今まで聞いたことない、女性のいわゆる、もろに映っちゃって、と笑いながら突っ込んだ、三人の安定感すごい。さらに、最悪俺のブリーフかそうか、と気遣うと、瀬島は、別に毛はないから大丈夫、と返答、謎の理由なのよ、と笑うしかない様子だった。バル、一連のやりとりに、視聴者からは、ノーパンの手島さんに海パンの矢口さん、藤森さんのツッコミが面白い、三人の家でノーパン、さすがに笑った、この三人の安定感すごい、と多くの反応が。ちなみに以前、手島が藤森の家にヌーブラを忘れたこともあるそうで、その際には、翌朝彼女に発見されてしまったそう、破局の原因の一つかもしれない、と笑いながら話していた。